中学英語で言いたいことを簡素化して伝える技術を身につけるコミュニケーション力を上げるために必須の能力です。Hello! Language Online 講師の右半身です えー、英会話を実践するとね言えない表現だらけで本当に不自由な思いをしますよねでもね英語って中学英語で大体言いたいことを伝えることってできるんです要は手持ちの道具でなんとかするスキルを身につけたらいいわけですよね、えー、日本語の感覚をそのまま直訳しようとするとねうまくいかないのでこの癖はやめていきましょう、えー、発想の転換をしていくことが大事なんですよねコツは 主語と動詞の選び方のパターンを増やしていくことなんですね論より実践なので今日も早速実践していきましょう、えー、今日はねちょっと真面目な話なんだけれどもとてもいい話だなと思ったので、えー、平のじいちゃんの話を紹介したいと思います、えー、日本語を言っていくので英語をどうやって,やって言っていくのかなっていうのを皆さんも一緒に考えながらやっていきましょうでは Let's get started 先日、平のじいちゃんという人の人と話をしててねっていう感じで、今ナチュラルに言いますよね。えーとこれはもう単純にえーと I was talking to t y l the other day。こんな風に言っててもらったらいいと思います。平のじいちゃんって直訳したくなるけどね、もう平さんでいいよ。ね。えーとそれから先日っていうのはね、the other day。これはあの英語でよく使う表現なので覚えておいてください。 さあ次行きましょう、えー、平良のおっちゃんは今年で80歳やねん。えー、っと今年でとかね言いたく言うにくいよね。さあどういうのかな He is 80 years is old それでよくない単純にね一番身近な言葉で言っちゃうよ。さあ次行きましょう。えー、こないだ終わったパラリンピックどうやったとかっていう話をしてたんだよね。ねこれかなね。えー、っと。 これは話をしてたのなので、we were talking. これでいいと思います。で、何についてということなのね、about the Paralympic Games っていうふうになります。 さあ次の文章ちょっと長いね、えー、私はね今回パラリンピックを見る時間もすごい増えたので障害者スポーツってこんなに種類があってねみんなスポーツで頑張ってるんだなということを知ったのでとても楽しめたよっていうことを言ったんだけどになります。<laughs> えっとなんか例えばさあの「パラリンピックを見る時間も増えたので」とかって言いたいけれどももうこれ簡素化するっていう意味ではなんかねちょっといらなくない 取っっっちゃてていいよっていよようことなんだよねであの障害者スポーツってこんなにも種類があってとかこんなにも種類があってとかねこんなにもとか言える直訳したら言えないよねだからこれもちょっと簡素化していきましょう。えー、っとで、えー、っとみんなスポーツを頑張ってるんだなということを知ったのでとかもここら辺もちょっと長いんだよねだからこれも簡素化していきます。ととととてててもも楽しめたたよっっいいううここを言ったんだけどとかねっていうことも 言ったんだけどこれは簡単かなでえっ、ー、とね英語ってなんか結構あの日本語の一番最後に来る部分が頭にくることが多いので、えー、こんな感じで始めていきましょう、uh, I said I games enjoyed the games. ここで一回文切っちゃうとても楽しめましたっていうことを言ったってこれだけでいいよねそして次がね「えー、I got to know that、えー」こうやって知ることができたっていうねこういう表現です I got to know って何々すること になったとかねそういうい意味の表現がありますで何を知ったのということでたくさんスポーツがあるということを知った。For disabled people これは障害者っていう意味です。このの表現はねねよく使うので、ね、知っいいいいた方がいいと思いますさあ次行きましょうか。あの楽しいなんていうことを言ったんだけどね。けど けどなんだよねおっちゃんは全然楽しくなかったっていうのあら楽しくなかったんだってさあこれを何て言うかって言ったらえっ、ー、とおっちゃんはだからね「he」でも OK だし私はもう一回ね Tyresson said He enjoy the games これは簡単にできるかな、ねうんまあ、ま直訳風でも全然 OK だと思いますえー、そしてこれなん,でなんでかって言ったらねおっちゃんはこういう風に言ってんの えー、パラリンピックを運営しているその審判だとかスタッフの見た人だとかがみんなね健常者ばっかりだっていうのってそこを見てたんだよねおっちゃんはね。さあということでえっ、ー、とこれはね審判だとかスタッフの人だとかとかねあの長くなるか短くしちゃう。えー、He said that the staff were all able-bodied people. こういうふうに言いますスタッフがみんな健常者だったよって言ったらいいです、えー、健常者っていうのは Able-bodied people こういうふうに言ってもらったらいいです続き行こうか、えー、障害者がスポーツであれだけの記録を出したりできるのになんで運営側に障害者がいないのかって彼は言ってるんですよねえっ、ー、となんでいないのから始めましょうかこれはね Why aren't there これは言えそうじゃない、ね、ちょっと言い慣れてないけどこれはねあの仕事同時の選び方として知っといた方がいいと思いますよ、えー、と続きいきましょう why aren't there いないんですか ?disabled people 障害者がですねそして in the management s i d e 運営側にってこういう風に言ってもらったらいいですよねここでなんで運営側に障害者の人がいないんですかになりますで they can perform That well、in sports. この表現ですよね。障害者がスポーツであれ,のあれだけの記録を出したりできるのに記録とかもうそんなレコードとかパッと言えないよね。なので、they can perform、えー。パフォーマンス、これぐらいのパフォーマンスができるって言って一くるみにね、まとめてしまったらいいと思います。まあ、この,あの perform っていう動詞ですよね。我々パフォーマンスで覚えてることがあるんですけれども、結構 perform。これで、ね、動詞として使うことがよく多いね。 これから that well この言い方知らない人が多いかもしれないよこれはねえっ、ー、とそれほどにとかあれほどにとかねいう意味ですであの that っていうのがねそういう使い方ですあの使われるんですよねそんなにとかねそういう感じです例えば彼はそんなに背が高くないとかってねいう場合は he isn't that tall とかこういう感じで使ったりもします OK じゃあちょっと続きいきたいと思います えー、これだったら大会でお給料もらえたりするのは健常者ばっかりじゃないかって言ってるんです。なるほど。そういうところを見てたんだね。さあ、えっ、ー、と、これはこれだったらとかなんか言いにくいからもうこれもねパスしちゃって。えー、only able-bodied people、えー。え健常者のみが、えー、earn money from the event. お金を稼ぐ from イベ,ントイベントからっていうことですね、はい、あこうしたら単純に、ね、シンプルに作ることできますよねさあ、えー、次いきましょう障害者の人にも運営をどんどん任せてお金を稼げる団体にしたらもっとパラリンピックの意義が出てくるよねだってっていいこと言ってますよねすごいいいなと思ったんです私そう、えー、となので続けていきましょう、えー so, He thinks that the Games will be better Paralympic will。ここまでで止めようか、えー。パラリンピックはもっと良くなるだろう。ここですね。これだけね、一文として短い文だったら作れるよね。そして、ここから If でつな,ぐつなぎでいこうか。えー、if disabled people can join in the management、えー。障害者の人も運営側に。 えー、参加でできるなならっていう風な言いう言方です、えー、だからここねおか、えー、と運営をどんどん任せてとかこれがね言いにくいからねなので「参加する」っていう言い方に変えてみるだとかそういうふうに言ったらいいよね。はいさあ続きに行きましょう。ここは意見だね、えー、実際にパラリンピックの運営側にどれくらいの障害者の人がいるのかっていう事情とか知らないけどね。 人生を長く生きてきた御年80歳の平のおっちゃんの意見はとても印象的でしたっていう、まあ、感じで話をまとめていきましょうか。さあえっ、ー、と、えー、事情はどうか知らないけれど。 これはね I'm not sure これで始められるんだよねよう知らんけどっていうあの関西弁とかでも言いますけどもうよくわかんないけど I'm not sure ですよねでえっ、ー、とここから続きが How many disabled people どれくらいの障害者の人が Are working at staff members now、えー、スタッフメンバーとしてあの今働いてるのかよくわからないけれども But The opinion え、えっとこれはね意見という意味ですね。From an eighty-year-old man、八十歳のおじいちゃんからの意見っていうのは was very impressive、とても、えー、印象的でしたっていうふうにまとめていけばいいと思います。 文章すごい長いように見えるんですけどね、こうやってサイトトランスレーションでぶつ切りにしていけば短い文章を足しているだけなので、あの文章っていうのは、ね、こうやって作っていくことができるんですよね。さあ、そんなサンプルでした。じゃあ最後にね、友達に話しているかのようにね、あのリスニングまたはスピーキングまたシャドーイングとかのトレーニングにね使ってもらったらいいと思うので、一文全部あのこのパッセージとしてね、えー、読み上げたいと思います、えー。いろんな形で使ってください。いきます。 i was talking to taira the other day. he's 80 years old. we were talking about the paralympic games. i said i enjoy the games. i got to know that there are many kinds of sports for disabled people. but taira says he didn't enjoy the games. he says that the staff were all able-bodied people. why aren't there disabled people in the management side? they can perform that well in sports. Only able bodied people can earn money from the event. So he thinks the, uh, the Paralympic Games will be better if disabled people can join in the management. I'm not sure how many disabled people are working as staff members now, but the opinion from an 80 year old man was very impressive. 全体的にはねすごい難しい文章のような感じしますけどこれ全部中学英語だしぶつ切りに細かく細かく見ていったら絶対皆さんがあのハンドルできるぐらいの,あの文法レベルでしか絶対にないのであの大きなものを見るんじゃなくても足元見てね手元5センチ見ながらやっていきましょう。お疲れ様でした は、いえ、yeah、右半身、左半身、現役英会話講師による、夜、面白くて、楽しい、英会話学習チャンネルになってるんだよ、だから、まずは、チャンネル登録、登録、よろしくお願いしますします。